皆さんこんにちは、ブルースです。香港の活動家、また中国政府により投獄され禁錮3年に処される。こちら10月22日のロイター通信からのニュースとなります。詳細をお伝えいたします。 Members of disbanded Hong Kong group jailed up to 3 years for inciting subversion。 香港の民主化を求める学生グループのメンバー3名が政府転覆を扇動する陰謀の罪で最長3年の禁錮刑を言い渡されました。3人に加えて、より軽度のトレーニングセンターというふうに記事では書いてあるんですけども、収容所ですかね、に行くように命じられた1名を加えて計4名が処されています。彼らは2020年10月から2021年6月までの様々な行為について有罪を認めたとして、中国が課した国家安全維持法、国家治安維持法によって民主化を止めようとする動きの一つということです。で、逮捕された彼らはですね、全員学生政治、Student Politicism というグループに所属しています。学生政治の主催者の一人であるウォン・ヤッチン氏は36ヶ月の刑を宣告されています。その他、チャン・チサム氏は21から34ヶ月、ジェシカ・チュー氏は30ヶ月、20歳のアリス・ウォン氏は先ほどのトレーニングセンターと呼ばれるところで最大3年勤務するよう命じられています。Prosecutor Vincent Lee alleged the group had urged the public to remember the popular protest slogan Liberate Hong Kong, Revolution of Our Times。 香港のヴィンセント・リー検察官、国側ですね、政府側の人物が同団体、学生政治が香港を解放せよ、現代の革命をという抗議スローガンを掲げて大衆を促したと主張しています。この検察側、政府側が行っている行動について、この若者をどんどん萎縮させようという行動について、果たしてこれがいいか悪いか世論を問わなければいけないかなと思います。そして、Student Politicism は2020年、本当にコロナが始まった直後ぐらいですかね、にスピードボード、小型の船を使って台湾に逃げようとしていた12人の若者がいたんですけれども、彼らが中国沿岸警備隊に逮捕されているんですが、彼らをちゃんと支援して解放させようということで、この学生団体は呼びかけていました。で、その他政府が推奨していた COVID-19、コロナウイルスの接触追跡アプリをダウンロードしていなかったということでも告発されています。かなり細かいですよね。接触アプリダウンロードしてなかったぐらいでも、それもやっぱり揚げ足取られて基礎材料にされてしまうという、怖さがあります。これらを締め付けを可能にしているのが、安全保障法、治安維持法、いろいろと言い方あるんですけども、中国が制定した香港で、香港における国家転覆という名目で活動した人物、言動に対して締め付けを行う法律ですね。で、これに対して、一部の西側諸国政府は、同法が金融ハブとして機能していた香港の自由と自治を取り締まるツールとして利用されていると述べていて、逆に中国は2019年民主化を求める街頭抗議活動がこの法律によって安定がもたらされて、抗議活動が沈静化されたと主張しています。このニュースを知ってですね、話題になっていた周庭氏とか、あの女性ですね、香港の女神、民主化の女神というふうに言われた女性ですけども、彼女も収監されて、昨年に収監から明けて戻ってきたと言われているんですけれども、かなり疲弊していて、Facebook なども削除しているような状況ですね。Facebook アカウントも削除しているような状況で、かなりやられていたと。で、その他、民主活動家のジョシュア・ウォンは、その禁錮13ヶ月の実刑を受けていて、まだ留置場に入れられている状態というふうに聞いています。で、別の著名な民主活動家、ネイサン・ロー氏という方がいらっしゃるんですが、その方は香港からイギリスに亡命して、今イギリスで活動しているということです。なので、かなり民主化の動きというのは、若い世代を中心に香港の中で強まってきていると思うんですけれども、やはり香港の情勢は、この中国政府によって、ほぼ鎮圧されてしまったと言ってもおかしくないかなと思います。理想としては、彼らのような若者たちが中心となって、香港がいずれまた、自由と自治を取り戻して中国から切り離された行政が行われるで、また昔のように盛り上がってもらえることが一番いいとは思うんですけども、そうはなっていないのは現実ですね。これは周りの国々も支援の手を差し伸べたくても差し伸べられなかった現実がありましたし、とはいえやはりその中国がイギリスから返還された1997年ですかね、中国統括下にあるという取り決めがある以上、なかなか手を出しづらいという状況もあったのかと思います。しかし、ちょっと話はずれるんですけども、台湾問題については、中国は今取ろうとしているというふうに言われてますけども、台湾についてはもし何かあった時には、アメリカ政府乗り出すと、
アメリカ軍隊が出動するんじゃないかというふうに言われていますし、まあ、これに対して日本がどうするか分かりませんけれども、ぜひ日本にも参加して、香港、まあ、ウイグルの二の舞にならないように、もう台湾取られた時点で、もう台湾という国がなくなってしまって、いずれ日本にも来るんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そこの政府の判断がどうなっていくのか、まあ今の政府だと難しいかもしれませんね。もうもしかしたら中国寄りと言われている、保守の自民党とはいえ、左派で中国寄りの人たちが多いと言われていますので、まあ、なかなか台湾を救出するという行動に乗り出せるのかどうか、まあ、見ていかなければいけないというふうに思いつつ、この香港問題もなかなか取り扱っているメディア少ないので、取り扱いながら、この民主化という動きと、この世の中と逆行している中国の動きというのは、しっかりとニュースとして伝えなくてはいけないのかなというふうに思います。一応、Spotify 上で皆さんからのコメントも受け付けられるようにしてますので、何かありましたら、Spotify でも何でも、皆さんのコメントをお待ちしております。以上、ブルースでした。